無に解説係みたいな、うん、そうだね、通訳だね、通訳だね、よく理解してる、うん、3年、4年目だね、9年目だね、え、そんななんの、マジ、だって無理ですよ、立ちの子だし、やばいっすよね、やばいっすよね、やばいっすよね、スキミちゃん、やば、制服できました、そうね、そうだ、そうだ、制服できました、もう必死に麦を出すに送り届けるオーディション終わり、早く帰れ、早く帰れ麦の時期早く終わらせますよ、大丈夫に、そんな時代あった、学校生活してました、あった、懐かしい、うん、都会慣れしてないから駅どこだろうって改札どこ立ち物スタスで送らせる、送ってきたやつ、なんだよ、時間によっては麦の物販とかチェキとかなかったもんね、うん、すいません、投票だけはテトリスしかやってない、うん、私もボバとトトリスしかやってないですよ、スイッチ本体が欲しい、ちょっと高いっすよ、そう、ジャムだったらスイッチ売りますよ、やったで手放す、お金が上がった最近やっとスプラトゥーンで、あのこうしなくなった、動っこう、なんていうの、わかりますよ、言いたいことは、マリカーとかしてもそういうタイプでしょ、そう、え、でもあれ、それでも動けます、うん、ベテランの駅だよ、あ、そうそう、あ、そういう、そういう、あ、これは分かったんだけど、あ、他もできるんだ、うん、できるはずですよ、あ、そうなんや、全部こうやって向けて動いてるとか、あー、そっちだったら、そっちだったらマリカがそこのそっちになるから、やっぱり普通になれよ、ちょっとお米もらっていい、どうぞ、多分あんまりそうね、私もあるよ、はい、あ、うん、ちょっとでいいね、ちょっとでネギトロが若干余っちゃったから、きついんです、うん、きつい、すごい苦しい、ありがとう、私さ、すごい一生懸命食べた、うん、すごい、マジで食べた、いや、美味しいからなんかすげえ心も苦しい、いや、そうなの、うん、ただ腹も苦しい、腹も苦しい、そう、この最初、熱くなめって時はあった、確かに、こんなに米入ってると思わなかった、なんか、米美味しいね、うん、満足度も高いしね、うん、男性負担満足度めっちゃ高いんだよ、確かに、こんだけがっつり食べて最初の方が1000円だよ、うんうん、帰り絶対寝ちゃう、ちゃうこれ、ミサさんどこで交代しますか、いや、まあ行けるところまで行くかな、そうそうそう、行けるところまで寝るんで、うん、今回残してください、とりあえず私は友部の上りでスタバか、うん、私つい助手席なのいや、どつでも、いや、後ろに行くんだとしたら、あの、恥がいいなと思って壁で寝たら、うん、多分みんな寝ると思うんだ、私多分起きるよ、真ん中だとなんかこう寝づらいから、うん、どっかしらの恥がいい、なんだかんだ起きてるんだよね、そう、いつも起きてるから、いや、なんか温泉してる人がいて寝るのは良くないって聞いたことがあるから、いや、めちゃくちゃありがたいです、それ本当に起きようってなる、まあ、全員寝られちゃうと話し合いてもいないから、うん、余計眠くなっちゃう、なんか自分の安全のためにも起きとこうみたいなそれは正解です、私は全然隣で寝てもらうの OK なんですよ、うん、で、2人ともなんか、まあ、クッキーが体調悪かったで、伊達ちゃんはいつもこう帰りで寝てて、で、その時に眠いけど、うん、この2人が起きないってことはもしかしてゲーム実況の動画を見れると思って1時間の長尺なしつつそんなことあったのやってた、オトジャーだから、そう、オトジャーのやつ聞き、なんかゲーム実況ですもうカメラも止めてるしそんなことあったんだ、そうだよね、私多分寝るのって多分体調悪い時なんか限界の時だから、そうだよね、なんかだった、早く6時結構遅くなってきたな、時間的に、お、ね、渋滞したらやばいっすね、うん、オッケー、お客さん帰ってきた、うん、乗ってきたんですよ、3時間半でしょ、そうね、あ、結構ドキドキしたね、うん、あ、いくらももらいいくらもったいないと思一回、いろんな人からの質問をハッシュタグで募集して、うん、それを答えながらやるとか、うん、で、その中で、なんか、マイフェイバリット
そう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 、うん、っていうので Wi-Fi だとしりとりか、うん、から私がこういう順番だとしたらクッキーが好きそうなものの単語を言うの、うん、アニメ、うん、そう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 、うん、演劇とかただで本人が判断ああもうそうですめっちゃ好きです、うん、で最後のこんな演劇だったら木で終わるからじゃ次無理の好きそうなものを木から始まるもので考えるっていうのをやったその結果美佐子が敗北をし生まれたのがあのマリオのモノマネだうんそっちじゃないいやそっちやそっちやそっちやってたねうんってやってた私もそれはできますさっきのコインのやつはなんかあんま画面越し見たくないですねなんかめっちゃベロがここで動いてるからなんか一種ファンサービスだけど一種爆笑になるなって感じになるなんかあの時は本当にその音がいいと思ってやったんだけど、うん、伊達さんはまあまあ良かったけどもあんたの顔がおかしいと言われたそれを美佐子さんはそのまあまあいいが賞賛だとこう勘違いをしでもそんなんだね、うんあとはもう帰りなんて本当にみんな爆睡だよね、うん、あとはもう普通に喋っててカット案件とか多いよねピノッコあ、確かにピノッコ好きなのピノッコあー、コウコウ出ちゃったんだやったってやったやったなんかみんながお土産買いたいとか言うんであればどっかサービスエリア寄るよって感じだけどもうこの私納豆だったから福島の中で多分サービスエリアはもう寄れないんですよ、うん、から、まあ、直前に飲む前にコンビニだけ寄りますこのコーヒーとか私は買いたいのでそうだ、うん、ラッと買ってくじゃあお化け行くはいあ、そうお化け行くの失礼しましたごめんごめんそうなんですよ残り3時間半しかなくてあ、そっかそっかレンタカーを返すかすごい近い感覚だけどお会計お願いします。はい。よし、じゃあカメラを止めちゃおうか。皆さん、GoPro さんに向かってごちそうさまでよろしくお願いします。せーの。ごちそうさまでした。あとは帰るだけ。っていう。はい、かしこまりました。運転で行きましょう。みんな明日はまたまたやな。そうやな。なんかこのカーナビの位置に慣れなくてさきっと普通なんだろうけどいつも私前なのよカーナビああそうねスマホで置いちゃうからこっち見ちゃうそうわざわざ横見なきゃいけないのは慣れないうんじゃあ私がナビするやめ次は信号右ですみたいななるほどじゃあ左なあー怖いよ信じてよ